1910マティスランチイランで見かけたランチランチは原動機付きの小型の船。港湾内で連絡、交通用に使われたり、大型船に積まれて乗組員の上陸、食料、荷物の運搬に使われたりする。もともとランチは小船時代に軍用船が積める一番大きな船であった。スペイン語のランチャから、あるいは、 マレー語のランチャラン船から来たポルトガル語からの借用語である。小船時代には船は様々な用途に応じてカッターなどいろいろな小船を積んで航海していた。原動機時代になってそれぞれの用途は曖昧になってしまっても元々の船の名前が残っている。1513年のドゥマク王国のポルトガル領マラッカにはジャンク船は上陸艇としては大きすぎるので、 ランチャラン線が多く使われたという。18世紀には、ランチを大きな怒りを固定するのに使ったこともあった。また、有名な、バウンティ号の反乱の艦長、ウィリアム・ブライは反乱後に、バウンティ号のランチに乗られて、対応に取り残された。ランチハットローンチナウン、ハットローンチナウン、ハットコリンズ・イングリッシュ・ディクショナリー、セカンドエディション、コリンズ、1986。 p 8 6 8 0 0 0 4 3百1 3 5から4サー・リチャード・ウィンステッドエイヒストリー・オブ・マラヤありがとうございます